農産物直売所のさらなる売上アップを目指そうと売れ筋の品種や品目などを学ぶ研修会が桜井市内で開かれました研修会には農産物直売所に出荷している人や出荷を考えている人が参加しました県によりますと農産物直売所は県内におよそ90カ所あるといい生産者と消費者が農産物を通して出会う場 地地産地消の拠点として重要な役割を果たしているといいます。 22日の研修会では、直売所で人気が上昇している品種や、それを栽培するときの注意点などが紹介されました。中でも、2019年頃から販売が開始されたヘルシエという品種のオクラは、通常と比べおよそ3倍の粘り気を持つ上、収穫が遅れても固くなりにくいため人気があるといいます。参加者は、売れ筋の品種などを学び、今後どのように生かすことができる のか思いを巡らせていました。